はい、こんにちは。今日はですね、ちょっと綿花畑のところに来てるんですけれども、もう少しでですね、ちょっとこの綿の方が、弾けそうなんですよ。で、まあこれはですね、弾けるまでちょっと枝につけとかないといけないみたいなんで、まあもうしばらくですね、この、収穫しないでですね、枝につけておきたいと思います。それでですね、無農薬でまあ麺とか作ってますと、テントウムシとかのですね、天敵が、まあ農薬かけてないで集まってくるんですよね。これ見えますかね、テントウムシ、赤いテントウムシがいますね。これちょっとぼやけて見づらいかもしれないんですけど、テントウムシがこんな風にですね、集まってくるんです。だから、なんでしょうかね、テントウムシがいるってことは、なんかその、アブラムシがですね、いる可能性が高いわけなんです。で、ここの麺なんですけれども、自家採取してるんですよ。自家採取っていうのは、まあ種をですね、毎年取ってですね、植えてるわけなんですよ。それを、植えてるっていうか、撒いてるわけなんですよね。だからそれを自家採取って言うんですけども、普通はですね、植物って縦に育つじゃないですか。でもここですね、風がですね、すごい強いんですよ。だから、普通はまっすぐに伸びるんですけども、こうですね、倒れてるんですよね、これ。これ見ると分かるんですけど。倒れちゃってるんです。これでも、成長してるわけなんですよ。だから、毎年毎年ですね、自家採取してると、ここは風の強いところだからこうやって育った方がいいのかなっていうふうに、どんどんですね、遺伝してですね、その情報がこうやって倒れてもですね、大丈夫なようにですね、育つわけなんです。で、さっきですね、ちょっとまだ弾いてないのを見せたんですけれども、これがですね、もう収穫していいやつですね。これ弾いてますね。これがですね、もうちょっと分かりますかね、これがもう弾けてる状態なんですよね。で、この中に、
種がですね、いっぱい入ってるんです。あの、これ1個にちょっと今数えてみましょうか。1、2、3、4、5、6、6かな。1、2、3、4、5、6、7か。これだけで7個。種が入ってるんです。ですからですね、まあこれはもう風が強いんで収穫しなきゃしょうがないんですけれども、まあ時間が経つとですね、どん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 こんな風にですね、まあ、時間が経つとどんどんこれが、弾けてですね、さっきみたいに。で、まあ、弾いていくわけなんです。はい、で、ちょっとですね、おかなりも作ってますんで、その、おかなりとですね、メンテ同じアオイカっていう科の植物なんですよ。だから最近ですね、ちょっとこの、まあ、害虫がですね共通ですので、まあその枝の中をですねこう食べちゃって折るような、そういう害虫ですか。こういうのですね、こうやって途中で枯れてますよね。これはですね、茎の中に茎なのかな、枝、まあいいですかね、茎の中にですね幼虫が入っちゃって、それでこう途中からですね枯らしちゃうわけなんです。だからそういうですね、まあ共通の害虫被害がですね発生しちゃうわけなんです。まあでもそれはですね、まあ無農薬で作ってますからしょうがないって言ったらしょうがないですけどね、まあ 100% 防ぐことはちょっとできないですよね。で、アオイカのですね、オカノリとかメンっていうのはそのこうやって今草取りしてますけれども、あんまりですね下にこういっぱい草が入っちゃうとやっぱりその、なんか、いろいろと良くないみたいなんですよ。だから、まあ他のですね、その、まあ野菜みたいのは、多少草が入っても大丈夫ですけれども、まあね、傷つけないようにですね、アオイカの植物はこうやってですね、草取りをですね、頻繁に来て、やらないとですね、ちょっといけませんので、まあ、本当はこれこんな手でやんなくてもなんかこう草取りのクワみたいなのあるじゃないですか、こう、なんかお好み焼き焼く時の調理器具みたいなので、それでこうやって地面の表面を慣らした方が早いですよね。まあ、今たまたまちょっとあのこうやってますけど、で草なんか取ったらですね、別にこれをこのままですね、ここにこう置いとけば、まあ肥料っていうか堆肥になりますからね、あの防寒対策とかにもなりますから、こうやって根元のところにですねこう置いといてやるといいと思いますね。そうすると、
まあ、徐々にですね、なんかいろいろな微生物に分解されて、肥料になったりしますから。で、さっきアブラムシがいるっていう話したと思うんですけれども、あれどこだろう、さっきアブラムシがいる葉っぱがあったんですよね。いっぱいアブラムシがいっぱいくっついてる葉っぱ、あれさっきあった、あ、これですね、わかりますか？これ黒いの。これみんなアブラムシなんです、これ。まあ、このアブラムシがですね、やっぱりいるってことは、その、テントウムシがですね、いるってことなんです。だから、テントウムシがいるところには、アブラムシがいるってことですから、だからアブラムシがいるってことはウイルス病が発生する可能性があるってことですよね。だからまあこれは綿花だから、まあ綿花だからって言ったらあれですけど、まあ、本当はですね発生してほしくないんですけど、まあこう葉っぱがですね、こういう色になるっていうことは、もうこの株はですね、ウイルス病の可能性が高いわけなんですよ。前回の動画でですね、そのなんだっけ、じゃがいもか、じゃがいもでしたっけ、あれも確かこんな感じの葉っぱの色になってたと思うんですよね。だから、まあ、ウイルス病にかかっちゃってる可能性がありますけれども、まあ、毎年ですね、こっから、種取ってましたから、来年もちょっとですね、育てるしかないと思うんです。まあ、この毛がですね、これ、コットンのこの綿、毛っていうか綿ですね、これが取れればいいわけですから、別にこの、なんか実ができたりですね、じゃがいもみたいに芋ができたりとか、そういうことを目的じゃないんで、だからこの毛がですね、まあ、取れればいいですからね。ってことで、今日は、その、まあ、麺の、ちょっとその、いろいろな話をしてみました。以上です。